のマンホール、超打ち下ろし、若干右ドッグ、よいしょ、フェアウェイ真ん中です。よいしょ、先ほどから一人飛距離が違う杉原選手です。よっしゃー、すごい勢いで球が飛んできました。ちょっと右に見えましたが、上右かラフかくらいです。セカンドショット地点に行きました。セガ選手109ヤードの下りマイナス7、8ヤードでしょうか、100ヤード、風と傾斜を読めるか、ちょっと右に引っ掛けてショートでした。さあ連続バーディーなるか、ちょっとクラブセレクションを迷いました。上げ気味です。ドローを取ってピン左、ナイスオン。さあ森選手180ヤード、ちょっとショートか、おピンに寄ってきました。フレンドリーバウンド、ナイスショット、バーディーチャンスです。杉原選手残り40ヤード、300ヤード以上取っております。次元の飛びです。さあ寄せ1バーディーできるか、飛距離を生かして寄せてバーディーを取りたいところです。向かってちょっとオーバーして、オーバーしてしまいました。グリーンからこぼれてしまいました。残念、杉原選手第3打バンカーショットになってしまいました。約2メートル、杉原選手13、4メートルがあるでしょうか。長いバーディーパット、ツーパットで収めることができるか。ちょっと弱い。今日はグリーンが遅いが、2メートル50センチ残ってしまいました。さあ、クルクバクル選手。なるか、フックラインが読み切れませんでした。パーセーブなんだ、パーセーブなるか、ちょっとダルッとちゃんと打ち切れませんでした。残念、ボギーでした。杉原選手はパーセーブなるか、上がって、すごい選手、選手2人のラインを見ています。頑張りになります。回りませんでした。このパドは曲がりませんでした。
ナイスパー。5番ホール第1グリーンはパー5、522ヤードとなっております。よいしょ。若干右ですが、キックは左、右ラフです。右がドローになってナイスショットです。かなり飛んでおります。かなり上げになってしまいました。ちょっと左に、フェアウェイ真ん中ですがちょっと遠い、少々ドライバーのあたりが悪かった菅選手。ちょっとこれの当たりが悪く150ヤード程度しか飛んでおりません。堀原選手は前のマスがスタイミになっております。どう攻めるか。木に当たってしまいました。スライスをかける糸は見えましたが木に当たってしまいました。熊倉選手ベスポジからの第2打目、綺麗に飛んでおります。ナイスショットです。ちょっと左、スキャラ選手はアイアンレイアップのようです。左引っ掛けてしまいました。これはちょっとトラブルか。林の中方面です。瀬川選手1打目2打目ともに当たりが悪く、レイアップしかなさそうです。3打目レイアップ、4打目にかけます。ナイスレイアップ。さあ堀山選手160ヤードでしょうか。かなり上げています。170は必要かと思います。ピンに向かってまっすぐ飛んでおります。ちょっとショートでした。バンカー、手前のバンカーに入りました。熊倉選手左ラフから約130ヤード、上りアゲンスト150ヤード程度でしょうか。かなり風が吹いています。おかなりのフックをかけて、グリーン右にこぼれてしまったようです。さあ林の中からのショット、ショットはあるのか、出すだけか、出すだけのようです。グリーン手前ラフ、止まるか、スピンかかってちょっとオーバーしてしまいました。杉原選手第4打目、アップアンダウンなるか。ちょっと強く入ってしまったが、あ、や、寄っています。ナイスアプローチでした。堀選手は120ヤードのちょっとかなりの距離があり、
フェンスの入り具合が難しいショットです。ちょっとオーバーしてしまいました。さあパーセーブなるか。これは大丈夫でしょう。スライスラインに下り読むか。惜しい。さあ2年ボギー。難易度の高いパー5。2打目3打目の距離感が難しいホールです。ナイスパードローがかかってピンに向かっています。距離はかなり強い風が吹いてきました。ショート打ち終わってからの一番手は違う風が吹いてきています。これは距離を読むのが難しいホール。バンカーか。右に出て右バンカー。さあ右からドローがかって、ちょっとショートでしたがオンです。倉選手ピンチです。左足下がりの難しいバンカーショットを寄せることができるか。お、うまく打ちました。寄ってます。おお、ナイスショット。左足下がりの難しいライン。ナイスパー。ショートか。下りを意識すぎて打てなかった。ショート。さあ森選手はバンカーには入っていませんでした。ラフから。ちょっと大きくなった。約 6-7メートルオーバーしてしまいました。さあエッジからのバーディートライ。上りを打ち切れるか。惜しい。ナイスパー。ナイスタッチでしたが入りませんでした。残念ボギーでした。スライスライン読み切れず残念ボギーでした。